ね。今日のアジェンダを説明させていただきます。冒頭の20分でこの勉強会の説明をさせていただきます。この中でアイスブレイクという形で皆さんにちょっと交流タイムを、交流を図っていただける交流タイムというのを設けています。でその後60分間ショートセッションですね、1人10分程度で、ショートセッション、今日は5名の方に行っていただく予定です。で、そのショートセッションは普段は運営メンバーと、希望者の方ですねで行っていただく予定にしています。で夕方までも、それが終わったら夕方までも黙々会、各自、自主勉強やお互いにわからないところを教え合ったり、今日アドバイザーの方にも来ていただいてますので、その方にご相談をしてみてください。で、できればなるべく、ちょっともやっとしたところを解決して帰っていただけたら嬉しいなと思っています。で、17時30分頃に、発表会という形で、スタートしたいと思います。で各自1分程度ですね、今日の感想ですとか自己紹介とか、やってることですとか、そういったところを共有してもらえたらいいかと思います。で夕方18時以降に、今日同じここの小江戸で、懇親会を行います。1人2000円で、参加できますので、もうぜひいい交流の機会だと思いますので、皆さん参加してみてください。後で希望田中さんに2000円払っていただいて、18時までいただければ参加可能ですのでよろしくお願いします。はい。で、イベントのこの開催の連絡なんですけども、ドアキーパーですね、今日、申し込んでいただいたこちらのグループと、Facebook こちら作成します。でスイートビギナーズクラブという、検索で引っかかってくると思いますので、こちらに参加していただくと、この勉強会の告知以外にも他にも開催されている、面白そうなイベントですとか、スイート関連 iOS 関連のイベントを紹介させていただいたりですとか、他にも参加者の方が有益な情報を投稿してくださっているので、参加していただけたらいいんじゃないかなと思います。でこの勉強会なんですけども、3つの目的を設定しています。で1つ目が、未経験者が iOS アプリ開発が行えるようになることということです。あとはセッション講演がうまくなることというのも目的に含めています。あとはですね、交流して仲間を増やすこと、なかなか職場以外で、こういう技術的な相談ですとか、仲間を見つける場というのは少ないと思いますので、ぜひこの場を活用していただいて、今後何かの縁になればいいかなと思います。で今日初めてだよっていう、スイフト触り始めたよとかいう方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。なのでぜひここら辺でどういった勉強方法がいいのかとか、そういったところも相談してもらえるといいんじゃないかなと思います。でセッションについてなんですけども、初心者でも気軽に講演できる場であることっていうのを、想定しています。で講演者が発表することでスキルアップを図れると思っていますので、ぜひトライしてみてください。つい最近に3ヶ月前にこの iOS アプリの開発始めたよみたいな方でも、そこで苦労なさっててとかまとめていただくことで、より知識が深まって、学習効率が良くなると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。10分間作るのでそんなに共有せずにやってみてください。で本日の登壇者なんですけども、イベントページの方にも掲載させていただいてます。でちょっと一人ずつ、ご挨拶をしていただければと思います。一人目が柿本正明さんですね。柿本正明と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスイフト初心者がスクラッチゲームを作って話してみたいと思います。発表させてもらいます。現在フリーで働いています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でお二人目が田山由里さんですね。よろしくお願いします。はい。はじめまして、私はこの勉強会2回目の参加なんですけど、なんか運営者の方に誘わされて2回目にして発表することになってしまいました。仕事ではウェブサイトを触っているので、アプリを作るとかそういったことは全く経験ないんですけど、まあ、私だからこそ分かんなかったこととか勉強をの手順とかも共有できたらいいなと思います。今日のテーマはライブラリの活用です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あとですね、酒井富也さん、大丈夫ですか？はい、お願いします。今日発
寄させていただく酒井と申します。普段はiOS アプリの開発ではなくてサーバーサイドの、エンジニアをやっています。今回なんですけれども、ちょっとApple Watch との連携、データとかメッセージのやり取りの連携についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。今来たばっかりで申し訳ないんですけど、新井さん、はい、はい、一言お願いいたします。今日ちょっとセッションやらせていただく新井です。自分も前回ここに来て、面白そうな空間だなと思ってまた参加させてもらいました。セッションの内容はすごく簡単な、ところの内容なんで、気楽に聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日、登壇していただく方はその、5名の方になります。で、その他にですね、黙々時間を設けていて、その中で各自学習を進めていただければと思うんですけども、学習の手助けになるウェブサイトと書籍みたいなものを一応候補としてここに挙げていますので、まあ、興味がある方は、ご覧になりながら学習を進めていただければなと思います。あとですね、この時間帯に、アドバイザーとして参加してくださる方が今日、2名いらっしゃいます。で、お一人目の方が、奈良島さんですね。で、奈良島さんが、世界一受けた iPhone アプリの教科書ですね、授業を、出筆なさっている方のお一人です。一言お願いします。はい、あ、こんにちは、奈良島と申します。iPhone アプリは3年ほど、もうそろそろ3年ぐらいや開発してますので、何か困ったことがあったら聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。あともう一方が、すみません、どうぞよろしくお願いします。岡崎と言います。アドバイザーアドバイザーです。普段仕事ではオブジェクティブ C の、それも指導の方 の、 リファレンス担当の方で仕事をやっているので、実はスイフトについては多分皆さんと同じようなビギナーなんですけど、一応エクスコード周りとか何か歴史的経緯どうなったかとかはある程度お話できるかと思うので、何か疑問なことがあったらいつでも声かけてください。あと私高田馬場で iOS の勉強会やってますので、もし興味ある方は検索してみてください。よろしくお願いします。高田馬場の勉強会も定期的に開催されているそうなので、ぜひ参加してみてください。はい、ではですね、運営者の紹介をさせていただきます。で、私以外にも、何名か、関わっていただいているんですけども、一人目が沼尻直樹さんですね。この後発表していただくので、その後、自己紹介をお願いいたします。あと徳弘優さんなんですけども、今日ちょっと仕事の都合で来られてないんですけども、iPhone アプリを、初心者から開発して今、その、授業で会社をされているという方ですね。ここの小江戸の、スタッフもされているのでご存知の方もいらっしゃると思いますけども、優さんも参加者、運営者で関わってくださっています。あとは大谷めぐみさんですね。彼女もちょっと、家庭の都合で今日来られてないんですけども、東京渋谷を拠点にウェブ制作をやりつつ、アプリデザインと、開発されている、方です。あとは私小林かな子ですねが、運営者をさせていただいてます。あと小林西成さんですね。で、ちょっと今日登壇もされてないので一言、はい、お願いいたします。あ、はい、小林と言います。よろしくお願いします。勉強会の最初の立ち上げから、運営をしてます。僕は動画と、写真とかを主にしてます。で、一応 Windows ユーザーですけど、2回目ぐらいに話してます。ですので、Windows ユーザーの方も恐れずに発表してもらったらいいと思います。いながら誰もいないですよね、多分ね。これ、でも もうじき僕に Mac が入ります。もうじき僕も Swift を、やろうかと思います。で、普段ウェブサイトでプログラムとかしてるんで、だからその辺の連携を Swift でもできたら思ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。なので Windows ユーザーの方もぜひ恐れずにやってみたいみたいなセッションでもいいので、ぜひトライしてみてください。でですね、ここまでで一通り説明が終わりましたので、ここから10分程度アイスブレイクタイムという感じで、近くの方と名刺交換や、自己紹介をなさってみてください。席立っていただいて、他の
テーブルの方とも交流ぜひしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ではスタートです。なかなかこうやって交流できる場ないと思いますので、ぜひ11時からの講習会も参加していただけたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、会場が温まったということで、セッションに入りたいと思います。よろしくお願いします。でですね、セッション登壇、登壇される機会があまり経験がない方ですとか初めての方いらっしゃいますので、最初と終わり、拍手で温かい感じで迎えていただけたら、いいんじゃないかなと思います。では一人目ですね、お一人目が柿本正明さんですね、はい、よろしくお願いいたします。ではスイート初心者がスプライトキットで1ヶ月でゲームを作った話をカラマゲが発表させていただきます。どうぞよろしくお願いします。まず自己紹介します。名前を柿本正明と言います。ネットではカラマゲというハンドルネームで活動しています。職業はフリーランスでエンジニアをやっています。フリーランスになったのは今年の4月からで、その前は、ウェブメールとかメールサーバーを作る会社にいました。そこの後、自由に憧れてフリーランスとなったわけですけど、結構大変だなという毎日を感じています。仕事としてはウェブアプリや iOS アプリを作る仕事をしています。現在はレールズマンとして修行中です。あとスクラムマスターとしても初めての経験をさせてもらっています。あとは出身地は福岡で、今福岡はなんか IT ベンチャーが集まる日本版シリコンバレーを目指してるらしくて、すごい熱い都市になってます。趣味はゲームやアニメをよく見ます。あと Facebook のアドレスはここにありますので、ぜひ友達登録お待ちしています。フリーランスということで、いつもは自由なスタイルで仕事をしてます。最初フリーランスになった時、家で仕事しようと思ったんですけど、妻がすごい嫌がって息が詰まると言われて外に追い出されました。で、図書館とかそのノマド的なスペースとかカフェとかでいろいろ仕事をしてます。転々としてます。あとはコワーキングスペースなんかでも仕事してます。夏場は一番自由な感じといいますか、この写真にあるように海でプログラミングを楽しむという企画を楽しんできました。ここにいるメンバーさんは株式会社モフモフさんというフリーランスの、小江戸によく来られてる、原田さんがなんか言ってました。江ノ島の、鵠沼海岸で、ドッツっていうイベントスペースの海版の海ドッツっていうのがあるんですけど、海を見ながらプログラミングをしました。多分あれです、イベントスペースのドッツではないのドッツですね。ないそうです。ややこしいですけど。それで、8月下旬ぐらいに私が個人で制作したソードマスターユウスケの謎というアップストアにゲームアプリを初めてリリースしました。このアプリのゲーム紹介としては、タップしたら剣が飛んで、敵を倒すっていう、ちょっと簡単なシューティングゲームなんですけど、興味のある方はぜひダウンロードしてみてください。今日話すこととしましては、そのスイフト初心者が初めてゲームを作ってアップストアリリースまでこぎつけるまでに感じたことなどを話したいと思います。そもそもなぜ Swift でゲームアプリを作ろうと思ったのか、単純にそれは仕事がなくて暇だったからっていうのがあります。ちょうどこの頃7月下旬ぐらいで仕事の切れ目で、かなり暇な状態でした。その時はやっぱり特に仕事もせず怠惰な日々を過ごす毎日でした。酒を飲んではアテブとか2ちゃんまとめをチェックして1日が終わるっていうことも珍しくはなかったです。
まあ、ただこのままではいかんとだんだん思い始めて、まあ、やることもないし何かにチャレンジしてみようかな、 Swift を覚えてみようかな、まあ、iOS ではその Objective-C の経験はあったんですけど、まあ、Swift は全然知らなくて、まあ、これを機会にチャレンジしてみようかなとちょっとだけ頑張ってみようと思いました。そこでまず最初に Swift の本を買いました。おどうす、まあ、著者の方がいるというわけでも捨て間でも何でもないんですけど、この本はすごく分かりやすい本で、まあ、僕としてはとりあえず1日1章ずつ勉強しようと決意を固めました。3日目で挫折しました。まあ、この七島さんの記述が悪いというわけではなくて、やっぱり Swift とか X コードの使い方を単純に勉強っていうのに飽き始めたっていうのもありますし、そのオートレイアウトっていうところで最初につまずいて、もう嫌になってモチベーションが続かないという状態になりました。そしてまた自堕落な生活に戻って、その当時響けユーフォニアムというアニメにハマっておりまして、そのアニメを見返していますと、まあ、このアニメは、まあ、部活、吹奏楽部の部活のアニメなんですけど、終盤主人公が挫折してそこから這い上がるっていうシーンなんですけど、まあ、そのシーンを見て俺ももうちょっと頑張らないとなという気持ちがだんだん芽生え始めました。そこでもう一度Swiftを勉強することに決めましたけど、まあ、前回と同じやり方だと挫折するんで、まず決めたのはアウトプットを意識するっていうことです。特にゲーム作りなら自分の中でモチベーションが続くかもという思いがありました。 Swift でゲームを作って App Store にリリースするということを目標に、Swift を勉強していこうと決意をしました。まあ、そこで、まあ、どんなゲームを作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、深夜アニメを見てて Fate というアニメを見てたんですけど、まあ、そこでこういうギルガメッシュっていうキャラクターがいるんですけど、まあ、この画像のように剣をいっぱいバババって飛ばす技があるんですけど、まあ、これを見ていってなんとなく、まあ、剣を打つっていうゲームを作ろうかなと漠然と考え始めました。でゲームを作るにはどういうライブラリとかフレームワークがあるんだろうっていろいろ探した結果、最初は Unity っていうのを覚えようかなと思ったんですけど、これはなんかすごいやれることが多すぎて複雑なんで、iOS 標準のスプライトキットを使うことに決めました。まあ、Swift で、まあ、一番簡単に扱えるといいますか、 3D ゲームライブラリーとしてはいろいろ未熟な部分もあるんですけど、まあ、それが逆にやれることが制限されて、まあ、初心者としてはやれることが少ない分、その覚えることも少なくて使いやすいんじゃないかなと思って使い始めました。まあ、スプライトキットを勉強するんでしたら、このスプライトキットで始める 2D ゲームプログラミングという本がおすすめです。もう一つの問題は、ゲームに作りにあたって絵や音楽が僕は描けないっていう問題がありました。そこでフリー素材を活用しました。まあ、Google でゲーム開発とかフリー素材で検索かけるといろいろ出てきて、まあ、このゲームで使ったイラストだったり音楽だったり声だったり剣のグラフィックだったりっていうのは全てフリー素材を活用しています。で、まあ、準備は整ったので、まあ、最初の1週間でもうガバガッと作ってしまって、だいたい7割型できてしまいました。もう最初は勢いでもうサクサク開発が進んでノリノリでコードを書いて、完全にフローの状態というか、すげえ楽しいなっていう感じがしてましたが、残りの3割の作業がとてもだるいというか、もう1週間を過ぎたあたりからだんだんモチベーションが落ち始めるというか、最初の1週間すげえ情熱とかアイデアとかすげえ湧いてきたんですけど、だんだん速攻を頂点にして下がっていき始めますし、バグ取りも必要ですし、まあ、ゲームバランスというか、その仕上げというか、ゲームとして成り立たせるためにステージ数だったり
敵のキャラの数だったりっていうのがすごい憂鬱な要素になってきます。あとは単純にアップストアへのリリース作業がだるいっていうのがありまして、結局トータルで1ヶ月ぐらいかかりまして、まあ、途中で何度も挫折しかけますが、まあ、黙々会とか勉強会に参加して無理やりモチベーションを上げるっていうことをやりました。あとはソースコードを GitHub に公開して、まあ、友人なんかにプロリクをねだって修正してよってお願いしてまあ実際に修正していただいて、後でビールを奢ったりっていうこともやって、まあ、ソースコードを公開することによってやっぱりモチベーションが結構上がるというか、人となんかやり取りをしながら開発するっていうのはすごく楽しかったです。で、念願のアプリリリースまでこぎつけまして、まあ、リジェクトはなしで審査は一発で通過しました。だいたいアップルにバイナリーを送ってから審査に入るまでは5営業日で、審査中に入ってから1日でリリースが完了しました。ただ初日のダウンロード数は3でした。まあ、うち1は自分なんで実質は2ですで、この2が誰なのかなって考えた時に妻がいるので、妻にもしかしてお前って聞いたら、なんかそのこのゲームはターゲットバージョン iOS8 以上にしたんですけど、妻のバージョンは 7.1 だったのでダウンロードできなかったらしいですまあ、その後徐々にダウンロード数は伸びたっていうか、まあ、今トータルでは150ぐらいで、まあ、若干安心はしましたまあ、まとめとしましては、そういう人の勉強はアウトプットを意識するとはかどります。アップストアへのリリースだったり GitHub だったりブログだったり勉強会でやキータで学んだことを発表したりっていうことがすごく続くモチベーションになると思います。あとはアプリのダウンロード数を期待しすぎるとショックがでかいということです。あとはこれからも、まあ、クソアプリをどんどんリリースしてみたいなと思いますどうもご清聴ありがとうございました。じゃあちょっと早速始めさせていただきます。はじめまして、田山由里と申します。早速自己紹介からいこうと思うんですけど、なんかこの勉強会で発表する人は出身地を言うのが恒例の約束らしいのでまず述べておくと、静岡県の富士宮市というところ出身です。で、高校は一応幽霊部員ではあったんですけど茶道部に入っていたので、まあ、生粋の静岡女子です。はい。で、仕事では今某銀行のネットバンキングの画面保守運用チームに所属しておりまして、まあ、ちゃんとしたコーディングをした経験があるのは HTML、CSS、シェルスクリプトぐらいで、本当にウェブサイトしか作ったことがないです。趣味はダンスと麻雀が好きですやっぱエンジニアの人ってなんか知らないけど赤城とか好きだと思うんですけど、私も現場の人がなんかそんなことばっか言ってるから、このクソガーとか言ってるからもうなんかハマっちゃって、でよく開発とかしてて、まあ煮詰まるじゃないですか、投げ出したくなる、そういう時にカイジとかを動画で見るとちょっとモチベーションが上がるそんな感じです。さっきの人上がってなかった例外もあるみたいです。で、スイフトを始めたのは5ヶ月前です。もう始める理由って、まあ、人それぞれいろいろあると思うんですけど、私の場合はそのウェブサイトっていう業界で、まあ、キャリアを上げていくときに人がいっぱいいすぎるし、その中で自分が成り上がっていくビジョンがちょっと描けなくて、まあ、どっちかっていうと女性が少なくって、まあ、マネジメントで女性がいたら助かるんじゃないかなと、まあ、すごい適当な推測なんですけど、アプリ業界に。特に新しいスイフト、まあ、チャンスじゃないかなと思って飛び込んでみました。で、大体学習の繊維なんですけど、最初本開いて、まあ、型とか継承とか勉強して、もう最初本当にイント型とダブル型の計算できない意味がわからない、わからないですね、だって同じ数字じゃんみたいな。あと1って書いてもなんか1だけど数字の1と文字列の1あるじゃんとか言われて、いやそこわかるでしょみたいな感じですよね。まあ、そんなところから始めたんですけど、
まあ、型継承し方とか学んで基本ルール分かってきました。でもつまんないからやっぱり私も柿本さんと同じようにもうスプライトキットに手を出しました。でスプライトキットでだいたいクラスとかまあいろいろ分かってはくるんですけど、じゃあ自分が書けるかって言ったら全然書ける気がしてこないんですね。でどうしようかなっていう時期があの7月から8月のところで、ああどうしようってうらうらしてたところにこの勉強会のお誘いが来て、運命の8月8日前回の第9回のところに参加して相談したところ、ライブラリの勉強とかいいよって言われたんで、あじゃあやりますっていう感じで、まあ、某 N さんですね、ありがとうございますで、まあ、でもその当初私はなんでライブラリを勉強するといいよっていう初心者の人に言う意図とかも全然わからなかったので、ひとまずググってみました。でそうすると上にだいたいこういう風な2つくらい出てくるんですけど、ちょっと待ってくださいね、アイコンを見失った、カーソルがどこ、これカーソルが、あ、いたいたいた、カーソル、カーソル、このサイトが個人的にはおすすめです。このサイトは、まあ、UI ライブラリーと、なおかついいのが、サンプルコードとかも載せてくれてあるんですね。なので、まあ、このサイトを見ていて、まあ、これとかすごいかっこいいですよね。絶対自分で書くのは無理だけど、これできたら超かっこいいじゃんと思って、まあ、テンションが一人でダダ上がった深夜2時みたいな感じで。で、戻れない。じゃあその中で1個選んで実装してみました。で、私が作ったのはこういった感じです。今ちょうどあのご飯行った時のアルバムの、動かないですね。ちょっと待ってくださいね。これ勝手にこういう形式になっちゃう。あの GIF 画像を再生したいんですけど、ちょっとわかりますか、わかんない、あ、この中で、はい、うーん、誰がわかる方いらっしゃいますどなたかこの中にいらっしゃいますか、オリジナルファイルがあるんだったらオリジナルファイル、もうそうですね、オリジナルファイルをちょっと再生しちゃいますね。ちょっとあのいろいろ見えちゃうけど、あのちょっとスルーしてください。あの私の汚いデスクトップの管理とかが見えちゃうんですけど、大丈夫、もっと汚いでしょあれどこに入れたかな、すいません、成立しなくてうちみたいな、なんかファイルで名スポットライトで検索しちゃえばいいみたいな、そうですね、スポットライトで検索、ハイジの JPEG、あ、これすいません見てるよね。カプリの開始カプリ。すごく。あ、ジフってなんだ。ジフって。ジフなんじゃない。ここまで開始。ちょっとこれ初めて使う。出てこない。出てこないです。ジフじゃなかったのかな。ドットジフとか。ドットジフ。一旦冷静になります。あのウェブサイトに載ってるものがあるので、それと似てるのを出しますね。あ、ここですね。あのちょっと今私のやつにお見せできないんですけど、まあ、こういうふうに文字がおしゃれに動きますっていうライブラリを使いました。すいません、こんな感じで本当に初心者なんですねいろいろと。でムービーのところで繰り返しの設定を外すとあの再生できるとありました。本当ですか。今ここでできるか、右側の方になんか、うん、インスペクター的なものを表示するってどういうことでしたっけ。そこで動くんじゃない、動かないですね。ちょっと朝はちゃんと動いてるんですけど
すいません、ちょっと一回朝動きます。まあ、ちょっとすいません飛ばしますね。後でちょっと調べておきます。で、これ LT モーフィングラベルっていうものがあるものなんですけど、もし興味がある方はここからビジットで飛べるので GitHub のソース見てみてください。で、私がじゃあそれを使おうということで自分の作っていたアプリに組み込むことにしました。制作の流れとしては、まあ、画面整理図を書くだとか機能の洗い出し、ビーを設定、パーツを配置して大体の画面整理ができるようになったところでライブラリを入れました。とライブラリの導入手順、今回、ライブラリの導入手順というかライブラリを入れるっていうところをターゲットにお話をしていくんですけど、で大体4ステップです。 GitHub からクローンをしてリードミーとサンプルコードを読んでインポートしてコーディングっていう流れです。で GitHub からのクローン、これはちょっと割愛します。あの資料を後で見ていただければ分かるかと思います。で、その時に GitHub から押してくると readme っていうファイルがあるんですね。この readme っていうファイルなんですけど、私は最初知らなかったんで、まあ、スルーして飛ばしていたんですけど、何が書いてあるかっていうとツールの使い方とかインストール方法っていうものが入っています。これ私は知らなかったんで、私いつの間にかスライドショーしようか。何も知らないで使うとこうなります。エラーの嵐。そうするとなんかあのね、よくある漫画の名言が、諦めたらそこで試合終了ですよって言って、あ、確かに諦めたらエンジニア終了だなと思ってちょっと頑張ろうと。なので、まあ、何が言いたいかっていうと、この readme っていうのはライブラリを使う前に最初に読んでおきましょう。で、X コードのバージョンは事前に確認してください。このエラーが出た原因なんですけど、あの下ろしてきたのは私は 6.3.1 を使っていて、でも推奨は7だったんですね。そうすると Swift の、あのバージョンが 1.2 と 2.0 で違いがあって、それでもうやたらめっちゃエラーが出ていたってことなんですね。もうエラーが3つ以上出るともう調べる気にならないのでもう根本的に違いなくて、もしエラーがあって困った時は、初心者の人は無理して自分で解決しようとしないで出来合いのものを探した方がいいと思います。あの LT モーフィングラベルとかっていうふうにライブラリ名で調べると、まあ、大体上がってくるので、私もそこのサイトを参考に導入していきました。でそうするとなんか知らないけどココアポッツっていう言葉がやたらと書いてあるんですね。ココアポッツで導入しろと。でココアポッツって何なのって見てみると iOS ライブラリの管理ツールっていうふうに書いてありました。あのプロジェクトを作っていく、運営していく上で管理しないといけないバージョンって3つあると思っていて、それが X コードと Swift とライブラリだと思うんですね。初心者の人は多分バージョンの違いとかよく分かんなくてエラーになることが多いと思うんです。でじゃあココアポッツって実際どういうふうに管理していて何が便利なのっていう話なんですけど、あのポッドファイルっていう風にあの設定ファイルみたいなものがありまして、そこでここの LT モーフィングラベルっていうライブラリで 0.0.8 のバージョンですよっていうこの1個の記述だけで管理しています。なのでじゃあそのココアポッツを導入するしないのとするのでどう違うのっていうところなんですけど、導入しないとするといちいちあの GitHub からライブラリをダウンロードしてダウンロードして回答してファイルに追加削除っていうのを毎回行わないといけないんですね。バージョンが更新しました、じゃあ別のファイルをもう一回下ろしてきて回答してファイルに追加削除。でもココアポッツだったら最初の初期設定をしておけば、あとはさっきのここの 0.0.8 とかの記述を変えるだけでいいんですっていうところが、まあ、ココアポッツの管理便利だよねっていうところのお話ということでした。じゃあココアポッツも導入しようということで、大体これも4ステップです。インストール、セットアップ、ポッドファイルの作成、バージョンの指定といっても、ターミナルですぐに売ってるようになっています。ここから先はあの一応後で見てできるように全部書いておいたので説明はしないんですけど、導入しようかなと思った人はこの通りに書いていっていただければと思います。セットアップして、ポッドファイル作成してっていう感じですね。はい、
で実際にポッド、ココアポッズをインストールしたらライブラリのインストールはあのこういうふうにラベル、あ、ライブラリを指定してバージョンも指定したらあとはポッドインストールっていうふうに書くだけです。そうすると右側にあるようにポッド、X ワーク C ワークプロジェクトみたいな風な名前 XC ワークスっていう風なファイルができるんですね。これにポッドが入っていてどうなっているかっていうと X コードのプロジェクトを開くとこれがもともとあったものでこういうものが追加されています。こうすると成功です。であとはコーディング、インポートとデリゲートをインポートしてデリゲートに書いてラベルの型をLT モディモーフィンモー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 フィングラベルに設定してあとは入れたい、はい、文字列とここはもうコピペですね。で書いていくと書いていきます。そしてボタンにエフェクトの種類を設定すれば動くようになります。というのが私が2週間くらい悩んだライブラリの導入でした。最後にまとめとしてライブラリを導入するメリットなんですけど何よりも勉強になるっていうこと、なんでかっていうとライブラリを落としてきた時に絶対に仕組みを知るために読まなきゃいけないことが読まなきゃいけないと思うんですね。サンプルコード、それはサンプルコードだったり実際どうやって機能するのっていうところの2つかなっていうところでコードリーディングになるっていうところ、もう1個はモチベーションの維持向上、自分では絶対にできないけどあの UI ライブラリとかすごいかっこいいじゃないですか、なんか自分ができたみたいになるから、まあ、テンション上がるなと。あと最後に仕事で役立つっていうところですね。私は結構転職を見据えて勉強しているので実際のお仕事では、まあ、オリジナルでそうコードを書くというよりも自分でフレームワークを探してくるとかライブラリ探してきてそれを使うっていうところが一番多いよっていうふうにアドバイスをいただいて、あ、確かにそうだろうなというところでこういったライブラリの導入勉強をしました。以上になります。ありがとうございました。次は酒井さんですね。よろしくお願いします。どうもお疲れ様です。今回なんですけれども Apple Watch 対応のアプリのポイントとか基本実装もしあともう一つちょっとあの Watch と iPhone のどうやってデータをやり取りするかっていうところについてあのお話ししたいと思います。軽く自己紹介なんですけれども、私酒井文也と言います。石川県金沢市生まれの、東京住まいの31歳です。最近あのちょっと金沢市の情報なんですけれども最近あの自動開発ができてかなり便利になったという、今まで実を言うと手でしたで、本業なんですけれども実は私 iOS のエンジニアではなくてサーバーサイドのプログラマーです。一応主に使う言語としては Ruby on Rails だったり、まあ、PHP 全般を使いますと。で Objective-C 歴はだいたいそうですね7ヶ月ぐらい、 Swift 歴が半年弱ぐらい、まあ、まだまだ初心者のだと自分では思ってます。その下に、シンプルにつけられる家計簿アプリ、まあ、これコフレっていうんですけれどもこちら、制作運営しています。もしあのご興味ある方あのインストールして実際の動きとか確認していただけると嬉しいです。で趣味はあの、まあ、シルバーアクセサリーを集めたりとかあのお菓子作ったりとか、まあ、開発したりとかしてます。もともとウェブデザイナーから、プログラマーになった、人ですと。で大体女子向けとか食べ物系とかエンタメ系のお仕事を今までずっとやってました。で、早速問題に入っていきたいと思います。4月に、Apple Watch が出て、まあ、簡単にこれあの歴史的経緯みたいなもんなんですけれども、まあ、X コード 6.2 より、まあ、Watch Kit 搭載されて、一応この時まだ時期が発売されてなかったんで要はシミュレーター上で検証するっていうような感じでしたと。まあ開発者の間でも API が思ったより少ないとか割と賛否両論あったみたいなんですけれども、まあ、個人的にちょっと面白そうだなとは思ってましたと。で4月24日に Apple Watch が発売されてこれがこんな感じのやつですね。で結構メジャーなアプリが軒並みあのApple Watch に対応していくようになってて今でも結構例えば有名なアプリだと
あのアップルウォッチ対応は普通にやっていたりとか、あとはまあアップルウォッチの特性を生かしたアプリとかも最近多くなってますと。まあ、時代は。そして、ウォッチ OS1 からウォッチ OS、今、2が最新ですと。で、アップルウォッチのあのアプリ、この中で実際触ったり、ソース見たことある方っていらっしゃいますか？あ、結構。割とまだあれですねありがとうございます。で、今回なんですけれども WatchOS1 と2ってあって、今回は WatchOS2 をターゲットにした、解説になりますと。で、重要なコントローラーなんですけれども、まあ、エクステンションデリエットっていうコントローラー、ファイルとインターフェースコントローラー、もう一つグランスコントローラー、ノーティフィケーションコントローラーで、このグランスとノーティフィケーションは実際使っても使わなくても良いところです。で、大体今回のサンプルも、エクステンションとデリケートとインターフェースコントローラー、こちらを使ったサンプルで解説していこうと思っていますと。で、レイアウト実装について、レイアウト実装なんですけれども、結構あの X コードを見てても意外とこう今までの iPhone アプリの開発、あのレイアウトの実装の仕方とちょっと異なる部分があったので、ちょっとざっくりまとめてみました。で、一番ちょっと僕がびっくりしたところなんですけれども、あの CG レクトメイクだったり CG サイズメイクっていう、まあ、動的にあの位置とかを決めるメソッドがあるんですけど、その辺はまあ使えなかったと。なのでほとんどスポーリーボードにあのペタペタ貼り付けていって、それでレイアウトを作るっていうようなスタイルだったんですね。で、あとは2番目のこの透明ボタン、よくあのボタン透明にしてあの背景と合わせたりとかっていう、なんかデザインにこだわるときによく使う手法があるんですけど、そういうのも実は使えなくて、まあ、ボタンの上にボタンを重ねるっていうのはそもそもできないと。横一列とか縦一列に並べる場合も、Apple Watchのやつだとあのグループスっていう、なんかまとめるような要素があるので、そいつを活用しなきゃいけなかったりとか、あとはアニメーションは、まあ、ウォッチ OS2 からできるようになったんですけれども、まあ、ウォッチ OS1 の時はそういうのできなかったりして、結構あれって思うことが多かったです。で、基本的にあとは受け取ったり表示したりするっていうところがメインっていうのは結構印象でありましたと。で、あとテーブルビューなんかも実際のあの iPhone アプリ作る時とちょっと実装が全然違ってるので、ここもちょっと注意した方がいいかなと思います。で、今のところサイズが38mm と 42mm、 2パターンしかないっていうのもあるのかもしれないんですけど、各々のサイズをストーリーボードに配置して見た目を作っているというような感じになるのかなと思ってます。で、個人的に驚いたウォッチ OS のバージョンアップ、で、バージョンアップされて結構びっくりしたところが自分の中であったり、この2つですね。まずウォッチエクステンションの位置が異なる、まあウォッチ OS1 の時って iPhone 側にあったんですね。要は親機がないと何もできないみたいな感じだったんですけれども、ウォッチ OS2 からは Apple Watch 側に移りましたと。で、まあ、それに伴ってだと思うんですけれども、データ連携とかやり取りに関する実装も、ウォッチ OS1 からガラッと変わってしまったと。で、今回話すメインのところってここなんですけれども、結構それは驚きましたね。で、あとはちょっと自分、超個人的なことなんですけど、一応あのウォッチ OS1 の時に、あのこんな風にして作るよっていうのがあの簡単なあの記事を書いた、寄稿したので、もしあのお時間ある際は見ていただけるとすごく嬉しいです。まあ、ウォッチ OS1 の情報なので、ぜひ読み替えていただければと思います。で、今回のサンプルなんですけれども、あのウォッチ OS2 での iPhone とウォッチ間の受信、送受信の方法っていうのについてやろうと思います。で、キーワードとなるのはこのウォッチコネクティビティ。これはあの WatchOS2 が新しく追加されたんですけれども、主にあのファイルだったりメッセージを送るっていうところに関するところの技術をやります。で、2つ、この Watch コネクティビティで提供しているもので2つ大きく分けてあって、バックグラウンドトランスファー。こちらなんですけれども、バックグラウンドトランスファーっていうのは、要は Watch から iPhone に送るっていうのを実現してくれます。ただこれは Watch から iPhone の一方通行だけしかできないんですね。もう一つ、インタラクティブメッセージング。これは、センドメッセージメソッド、もしくは、センドメッセージデータメソッドっていう2つあって、これで、まあ、要は、ウォッチ側から iPhone 側に送ると
で、リプライ、まあ、コールバックみたいなイメージでいいと思うんですけれども、コールバックを次、こっち側に送るっていうようなことを実現してくれます。今回紹介するプラクティスなんですけれども、ウォッチ側のボタンをトリガーにして iPhone 側の処理を実行するっていうような、そういうサンプルを作ってきましたので、そちらをちょっと見ていただければと。で、実際サンプルの動きってこんな感じですと。まあ、これちょっとシミュレーターなんですけれども、シミュレーターでこのボタンを押しますと。ボタンを押すと iPhone 側に送られて表記が変わって処理がされて、ここのラベルも一緒に変わるっていうようなサンプルになってます。ちょっとすいません、ここで一旦実際のサンプルをお見せしたいと思います。ここにまあ、まあこんな風に Add New REST ってありますよね。これを押します。じゃあデータを追加したよっていう風に表記が変わります。ここはちょっと今処理中だったりするんでちょっと遅いんですけれども、その前にその合間にですね、じゃあ実際にこれデータ追加されてるのかっていうのを見たいと思います。これあのパースってやつなんですけれども、これもなんか時間があった時に解説したいと思います。今空っぽの状態ですよね。空っぽの状態でデータが追加されてますと。もう一回送りつけると、データが追加されているかと思います。例えば別の画面に行ってちょっとぬるってやってて、まあ、ちょっと遊びながらなるんですけれども、表示を戻したよとかってやると変わってますよねっていうような、まあ、実際にウォッチと、iPhone 側でやり取りをするっていうところを実現しています。ではポイントなんですけれども、まずこの WC セッションデリゲートっていうのを使います。で、まずこのセッション、この WC セッションデリゲートってやつがないとそもそも使えませんので、まあ、下準備としてこっち側の方にこの赤枠の部分を追加しておく必要がありますと。もちろんこっちコネクティビティフレームのインポートと WC セッションデリゲート、この2つは忘れないようにしてください。で、こっち側はセンドメッセージメソッドっていうのを使って、実際にメッセージを送るっていう機構を作りますと。で、ここなんですけれども、一応このリプライハンドラーってやつがあるんですけど、このリプライハンドラーってやつが返ってきたデータを受け取るための、まあ、正常系の処理ですね。で、下エラーハンドラー、ここは、失敗した時、異常処理になった時の用の部分になります。なのでこれ一応2ついりますと。で、ここまでがウォッチ側、次は、iPhone 側ですね。もちろん受け取ったものを元に処理をしていかなければいけないので、それを元に処理をするための準備を同じように行ってあります。ここも、ウォッチコネクティビティクラスインポートして WC セッションなどの下準備をするという形になります。まあ、一応こうペアリングのチェックとか、ウォッチアプリがインストールされているかっていうチェックも一応走らせていますと。iPhone 側で次に、インタラクティブメッセージングの処理を実際に、今回は、アップデリゲートで書いていますと。で、実際にこれは何をしているかというと、オペレーションっていうところ、まあ、メッセージなんですけれど、メッセージの値に応じて処理を変えていく。先ほどの青いボタン、まあ、緑色のボタンを押されたときはデータを登録するっていう処理で、下の赤いボタンが押されたときは表示を戻したよだけの処理をするっていうような形になってますと。で、Apple Watch 対応アプリの、自分も実を言うと Apple Watch 対応アプリ作ろうとして、結局その1から2にバージョンが上がるタイミングにちょうどぶつかっちゃったので1回諦めちゃったんですけれども、まあ、WatchOS 2でリベンジしようかなと思ってます。で、意外とこうハマった部分としては、なんかプロビジョニングプロファイルはまあ、WatchOS 用にも必要ですと。あとアイコンやスクリーンショットの準備も忘れないようにと。で、あとデータ連携部分ですね。
この辺は結構しっかりデバッグしないと落ちたりするときにアップルから文句言われちゃったりとかするんで気をつけた方がいいかなと。あと WatchOS 対応する際にやっぱヒューマンインターフェースガイドライン、こちら一回読んどくといいです、ね、僕も実際リジェクトされたときにアイコンの背景色が真っ黒だから丸に見えないっていう理由で落とされたりとか、あと他の方ではいたんですけれども、ボタンの並び数を4つぐらい並べてたんですね。横1列に4つ以上並べてたらちっちゃすぎるって言われてリジェクトされちゃったとか、結構その細かいところを言われちゃったりもするんで、こうなんか一度ヒューマンインターフェースガイドラインは一読しておくと良いかなと思います。で、まあ、WatchOS 対応アプリって、まあ、僕がよく使ってるアプリの中ではこういうやつがあるので、まあ、結構スラックとかはよく皆さん知ってるかと思うんですけれども、ウォッチで通知を受け取って、あ、やばい仕事のあれが来たみたいなとか確認とかしてもらったりします。あとはまあどちらかというと処理通知を受け取ったりとか、まあ、処理のトリガーとして使われ活用されるアプリって結構多いなっていう印象ですと。でセッションのまとめです。まあ、WatchOS って思った以上になんか制約とか iPhone アプリの実装と違うところが多いかなっていうと、いわゆる作成の際はストーリーボードを配置する方に配置する方法で行うっていうようなやり方が主だかなと。あとは、まあ、大事なコントローラーだったり、まあ、あとはデータ共有のやり取りも、まあ、仕組みとかも一度ちゃんと見ておくといいかなと思います。ちょっと内容も多すぎて駆け足になってしまったんですけど、もしよろしければ実際にサンプルとか見ていただければ嬉しく思います。それではちょっと駆け足になりましたが発表終わります。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。急に Apple Watch から初歩の初歩に、立ち返ってしまって申し訳ないんですが、今日は iOS におけるタッチイベントの処理の基本的なところを、説明させてもらいたいと思います。私はテクルプログラミングスクールっていうところで今仕事させてもらってて、Swift の、iOS アプリ開発とかする、人のための、入門レベルのテキスト作ったりしてます。で、名前は新井千乃で、出身が六本木ヒルズから電車で1時間の千葉から来ました。今日、茅場町で、前来たことあるはずなんですけど、今日なんか気づいたら麹町にいて、すいません、ちょっと来るのが2時ギリギリになって軽く迷子になってしまいました。プログラミングは、Swift が出る直前で、Objective-C を、勉強し始めて、で Swift に切り替えて、およそ1年ぐらいっていうところですね。で、勉強して、自分が、学んだことを他の人にも、役立ててほしいなと思って iBooks Store で、Swift で Hello World iPhone で表示するアプリっていう、もう本当に一番最初 X コードダウンロードしたらやってみようっていうレベルの話を、まあ、300円なんですけれども、iBooks Store で出してますんで、もしよろしければ Swift プログラミングで検索してみてください。で、iOS の話なんですけれども、iOS っていうのは、まず何のどういうふうにできてるのかっていうところで、iOS アーキテクチャ、これの中身なんですけども、上から、ココアタッチレイヤー、メディアレイヤー、コアサービス、それからコア OS レイヤーっていう、4つの層で、できてるっていう説明が Apple からされてます。でそれぞれ何なのかっていうのは、上から、下まで、分けられてて、下の層っていうのはハードウェアに近い、iPhone だったら iPhone のスピーカーとかタッチパネルとか、そういうものを、直接触る機能になってます。で上の方は、より抽象化された機能ということで、ハードウェアを意識させずに、使える、API とかが用意されてます。時間が気になりますね。スタート押さなきゃいけない。あ、これ押します。でまあ、どういうことかって言ったら、例えばテレビとかだったら、8チャンのボタンをハチッと押したら勝手に8チャンネルが映るっていうのは、より上位の抽象化された機能ですね。で、それが例えばハードウェアに近いっていうと、8を押す前に、
まず電波を、はっちゃんの電波、フジテレビの電波拾って、それで出力を、ビデオ1に変えてとかで、音をどれぐらいにしてとかっていろいろな設定があると思うんですけども、抽象化されれば8をしただけでいけちゃうとか、そういうイメージだと思ってください。で、それぞれの、さっきこの色分けした中身なんですけども、フレームワークが、これだけじゃないんですけれども、もっといっぱい無数にあって、構成されています。でこの中で最近注目されているものといえば、ホームキットっていうフレームワーク、例えば、なんだろう、アッケールじゃないですけど、なんか家の鍵を管理するとか、エアコン管理するとか、そういうフレームワークが入ってたりします。で、Apple はこの辺でも、力を持とうとしてるっていうのが分かると思います。でそれから Apple Watch とかで、取得した、血圧データだとか、あとアクティビティデータとか、そういうものを管理するフレームワークも、あったりしますですね。で、今日説明するタッチっていうのは、一番上の、より抽象化されているフレームワークと UI キットっていうところに、用意されています。で UI キットの説明なんですけれども、グラフィカルなイベント駆動型アプリケーションを実装する主要なインフラストラクチャを提供っていうふうに、Apple の動画説明、公式の説明書みたいなところに書いてありました。で要は、UI ラベルだとかボタンだとかをしたときに、どうするかっていう部品が用意されてたり、もちろん今から説明するタッチイベントとか、iPhone を振ったときとかのモーションイベントとかで、それをしたときに、それぞれの部品がどんなアニメーションするかっていう API とかも、用意されています。X コードの右下のオブジェクトライブラリには、これぐらいの、部品オブジェクトが用意されてますね。でこれが UI フレームワークのオブジェクトだと思ってもらっていいと思います。で代表的なオブジェクトをいくつか挙げたんですけれども、 UI ラベルとかボタンとかスライダーとかテーブルビューとかで、これが一番最初なんかアプリ作ってみようかなって思った時に使う部品だと思います。でこの部品なんですけども、実はタッチ操作ができるオブジェクト と、できないオブジェクトっていうふうに、分けられます。でこの中身は、どうしてこういうふうに分けられてるのかっていうんですけれども、クラスの継承ですね。UI キットフレームワークのオブジェクトの一番根っこに UI レスポンダーっていうなんか反応を返すんだろうなみたいなクラスが用意されてて、でその下に UI ビューっていう大元があって、でタッチ操作できない方はそのまま、各オブジェクトになってるんですけれども、タッチ操作できる方はもう一個 UI コントロールっていうクラスを挟んでます。で、このクラスがあるとボタンを押した時とか、指が離れた時だとかでスライダーずらした時だとかっていう、タッチ操作に反応することができます。でタッチ操作できないイメージビューとかラベルでも、普段自分たちが使ってるアプリっていうのは、実際タッチで操作してますね。でそれはどういうふうにやってるのかっていうと、いくつか方法があるんですけれども、その2つの、代表的な方法として UI ジェスチャーレコグナイザーを実装するっていう方法があります。でジェスチャーレコグナイザーっていうのは、さっきのオブジェクトライブラリーの一覧にもあったこの青いなんか魂みたいなのがふわふわしてる、絵ですかね。で他にもいくつか種類あるんですけれども、これを、実装することによってタッチできない UI コントロールを継承しないオブジェクトもタッチで操作することができます。でもう一つの方法は UI ビューっていうクラスに定義されている、タッチビギャンですかね、ビガンとか、タッチズムーブとかタッチズエンドっていう、それぞれの、メソッドをオーバーライド、中身を、書き換えちゃうっていうことをすることで、操作できるようになります。
で、それぞれの今言ったこの3つのメソッドなんですけれども、基本的には中身は、オーバーライドする前は何もないはずです。で、その中に自分が、コードを記述することによって、タッチのし始めとタッチしてる間とタッチが終わった時っていう、それぞれ処理を加えて操作させます。で、引数のセット、カッコ UI タッチの、中身の、引数のところなんですけども、 UI タッチっていうのが、実際ユーザーが画面タッチした時の、オブジェクトだと思ってください。で、このタッチオブジェクトなんです、 UI タッチオブジェクトなんですけれども、プロパティを見ていくと、ロケーションインビューとか、プレビアスロケーションインビューっていうのがあって、これが、それぞれタッチの、終了位置とタッチの開始位置を返してくれるプロパティになってます。で、これを引き算すると、スワイプじゃないですけど、画面をなぞった時とかの移動距離、タッチをどれぐらい動かしたのかなっていうのを取得することができます。で、iPhone 6s から新しくハードウェアに機能が追加されました。で、それが 3D タッチっていうもので、3D タッチ、これは、タッチの圧力を感知してくれるっていうものです。で、ハードウェアの解説では、本当にタッチした時に画面が微妙にこうへこむらしいんですね、本当に微妙に。で、バックライトのところから出てる光の反射の距離か時間かを取って、深くタッチしたとかで、ちょっとしか押してないみたいなところを、計測してるらしいんですけれども、UI キットはそのハードウェアを意識させない仕組みが、用意されています。で、そのプロパティが UI タッチオブジェクトに、入ってる、プロパティで、ドットフォースっていうのとドットマキシマムポッシブルフォースっていうものがあります。で、このそれぞれプロパティが返すのは、タップ、タッチなんですけど、タッチの強さですね。それと、タッチの最大値、それがマキシマムポッシブルフォースですね。で、これの割合を計算すると、どれぐらい深くタッチしたかっていうのが見れます。で、終わりなんですけど、ちょっと1分弱余ってるんで、さっきのやっぱりあれもらっていいですか。これをつなげばいいですね。そのテストの感じをこれどうしたいんですか。あ、もうつながってる。こっちを、はい、これ行けるのは繋げるだけでいいものになります。あ、来た。そう。そう、これです。これで。さっきのタッチの強さを返してくれる、簡単なサンプルを作ってみたんですけども、上の方に数字が出るようになってて、こうタッチの強さをこうグリニンってやると返してくれる。で、このタッチの強さは CG フロート型なんで、ちょっと何桁か分かんないですけど、めちゃめちゃ細かく、見てます。それを、あんま細かく見ても意味わかんないんで、3桁まで見て取れるように見てみました。これが何に使えるかっていうのはよくわかんないんですけどすごくいいんじゃないですかねって思いました。以上です。ありがとうございました。はい、じゃあ、ちょっと今日何回か出てるスプライトキットってところでちょっと被ってるんで、なんか申し訳ないっていうか、ちょっとよく見てから作ればよかったかなと思って、最近スプライトキットよく触ってるんで、ちょっとその有用性ってところ、ちょっと今回
自分なりに評価してみましたというところで発表していきたいと思います。はい、自己紹介ですが、馬尻直樹と申します。東京生まれ東京育ちです。で、まあ、職業は、まあ、システムエンジニアなのかなというところで、なんで疑問系かというと、ちょうど去年の今頃に移動を命じられて今上質にいる感じで社内でインフラのメンテを行っています。まあ、ただ個人ではずっと開発続けております。で、趣味はゲームで、ワンダと巨像、アイシールド、ガンパレート、まあ、ソニーコンピューター、エンターテインメント大好きですね。最近だと人食いのお菓子トリコがやっと来年出るかってところでプレス4を買う準備を してます。はい。で、iOS アプリの開発歴は3年ぐらいかなとところですね。で、成長歴は半年ぐらいかと。で、初めて触った X コードが X コード4、今が、7のですので、まあ、3世代前とか、それぐらいですかね。まだあれですね、オブジェクティブ C で自前でメモリー管理やって、オートリリースとかそういうのつけなきゃいけなかった時代ですね。で、まあ、現在の X コードは、まあ今、まだ X コード7にはしてなくて、で、ちょっと、どうなるのか怖いんで、6の最新版を使っています。はい。で、まあ今日話す内容ってどういうところかっていうと、私は iOS 開発するとき、いつも3つ考え、知識の分類としてあるかなと思っていて、一つは言語の知識、Swift とか Objective-C とかそういった言語の知識っていうのと、あとフレームワークの使い方、UI テーブルビューとか、さっき言った UI タッチとか、そういったフレームワークいっぱいあるので、それの使い方っていうのが一つあるかなと。で、もう一つが X コード、そもそも X コードの操作って、言葉で結構書いてないので、その使い方ってところがあるかなっていうところですね。で、今回は、スプライトキットなんでフレームワークの使い方がメインです。で、難易度は、まあ、初級レベル。あ、ちょっとすいません。ですね、今回、そう。毎回運営メンバーで参加していて、なんか初心者の方が、まあ、私どうしたらいいんだろうって方とか結構多くて、だけどもこっちからなんかこれやった方がいいですよっていうふうに、ボタンを押すだけでサンプルとかっていう話をしていて、ちょっと恐縮だったんで、一応今回すってきたまだ2部しかないんですけども、一応データ自体は手元にあるんで、もしよろしければというところで、最低限スイートを本格的に書く前にこれだけできる、さらっとできるようになる一覧みたいなのを作ってみました。で、このドキュメントではこれをレベル10みたいな感じで書いてあって、モックアップアプリぐらいささっと作れるようになろうぜっていうところですね。で、そう、モックアップアプリ作れるようになれば、大体もうあとはそのフレームワークの使い方とか、細かいその、何でしょう、各種ライブラリ、外部のライブラリとかそういうの使えるようになっていけば、どんどん突き出して、アプリ作れるようになってくるんで、まあ、まずはモックアプリぐらい作れるようになろうと。そうしないと多分、人もなんか協力してくれる人も寄りつかないかなと思ったんで、そういうところあるんで、もし興味あれば渡しますので、はい、私も来ていただければなと思います。そうこうしてるし、あともう4分ぐらい、6分ぐらいしかないんですけども、まあ、スプライトキットについて説明します。はい、もう馴染みある方だと、プロジェクト新規作成したときに、まあ、大体私だったらシングルビューアプリケーションをいつも選択して、開始したりとか、あるいは、まあ、デフォルトで作ってるやつあれば、それをコピーして使ったりするんですけども、まあ、なんかいつもここら辺にゲームってあるなって、うすうす感づいて言ったんですよ。で、こいつってなんだろうと思ってクリックして、で、スプライトキットってあるなと思って、まあ、ここで選択できるあれですね、あれって言い方が正しい方なんですけども。で、まあ、スプライトキットの用途何に使えるのかなと思うんですけども、ゲームっぽい機能を実現したいときと、あと、簡単にかっこいいエフェクトを表現したいときですね。かっこいいエフェクトって何かって言ったら、例えば、なんか、ファーッと花びらが散るような演出とか、そう、ボールがランダムに動くとか、そういう表現とかしたいときかなと。そもそも、ゲーム系開発キットって個人的に機能要件が決めてます。で、それで評価してるんですけども、一つはアップデート処理。これはフレームって、いわゆるフレームってあれですね。毎回な、こう、ぐるぐる回ってて、それでゲームオーバーの判定とか、例えば、いつどのタイミングで敵を出すかとか、そういうアップデートの処理っていうのと、あと物理演算。これは、落下、重力もそうですけど、跳ね返り係数、摩擦係数とか、そういったことも細かく設定できるのがいいかなと。で、あと、これ大事なんですけど、当たり判定。シューティングゲームを一度でもやったことがある方は分かると思うんですけども、人が映ってる全体が、
あの弾が当たれば当たるわけじゃなくて、映ってる中に点みたいなのがあって、そこに弾が当たると初めて当たったっていう人は、見た目の、当たるだろうなっていうところと実際に当たるっていうところ、その当たり判定のつけられるようになればいいかなと。でかの有名な MT5、 実はこの前回の勉強会の時は最近の MT 使ってるんですねっていうふうに説明したけど、触ってました、めっちゃ触ってました。でアップデート処理、まあ、ちょっとこれはなんかちょっと重たい、もっさりしてるなって、あれを別に実機で壊した時もっさりしてるなってなりました。で物理演算とか当たり判定はまあそこそこいけるんじゃないかと思ったんですけども、一番こう機能要件はみなしですけど、非機能要件としてアプリサイズがダメで簡単に100メガ超えちゃったんですね。でこれは作り方が悪いんじゃねえのとか、あのアセットバンド使ってそのなんか重たいファイルはあのサーバーからダウンロードするようにしようぜとかっていうふうに書いてあったんですけども、カジュアルゲームなのにそんなことしたくないと、そもそもサーバー立つとそこに脆弱性があるでしょと、サーバーは誰が立てるんです、誰が管理するのとか、ちょっと個人的に嫌なので、そのこの中で完結、端末の中で完結したいというところでこういうふうに作りました。なんでまあスプライトキットに行けました。でスプライトの基本イメージっていうのは、ビューコントローラーで画面作るところは基本的には同じです。ここは同じなんですけども、その中でビューを作るときにこのビューを SK ビューっていう形で、まあ、SK ビューないし SK ビューのサブクラスみたいな感じで継承したものを設定するって感じですね。でそれを SKC っていうクラスで作った SK ビューにと、まあなんか投影するようなイメージですね。実際の画面の管理はこの SK シーンで行っていて、だけども投影するのはこのビューコンターの SK ビュー内で行っている、そんなイメージです。で、SK ビューのタッチイベントは SK シーンに渡されてますと。で、SK ビューに表示するなんかそのボタンとかその時期とかそういうのは SK ノードと呼ばれているやつですね。SK ノードないし、SK ノードのサブクラス、SK シェイプノードとか、SK、スプライトキープ、スプライトノードとか、そういういっぱいあるんですけども、そういうサブクラスです。で、まず、まあ、消化としてアップデート処理。タイムインターバルスアップデートイベントがフォローされるんで、まあ、あとは順番で時間管理で大体のことできるなと思って、これはよし、いいしと思って、楽だから使えようと。読んだやつだと、なんかここら辺に、なんか、タイム以外のやつとか結構入ってたりするんですけども、まあ、これはこれぐらいで十分でしょうと思うんで、楽な使えるかなと。あと、物理演算なんですけども、フィジックスボディっていうのを、そのさっき、説明したこの SK ノードってところに、設定すればもう重力設定、重力徘徊になっちゃいます。まあ重力徘徊しないっぽいにする方法もあるんですけども、勝手になっちゃいます。で各要素に、まあ、摩擦度とか跳ね返り係数、回転速度、まあ、当然ベクターの速度とかも設定できて、画面全体の重力も容易にコントロール可能っていうところで、これは良いと、これは楽だと思いました。特に回転速度とか、ね、個人的になんか胸熱なんで。で、あと当たり判定、あとこれは当たり判定したのはフィジックスボディを使ってビットマスクを適切に設定して判定を行います。で、ビットマスクって何さって話なんですけども、簡単に言えば二進数の世界なんですね。例えばここに 1,2,3,4,5,6,7,8 ビット1バイトですねの、データがの 0,1 で表現されるのもあった場合に、これだと 0,1 の、ヘキサデシマル1の、0シフト演算と、あとこの、まあ、こういう表現があったように、その時期は例えばこれ、衝突物これってやったときに、こいつ、この物体はこの物体とぶつかりますよとか、そういった形で、なんでしょうね、ゼロイチの世界で、その、これとこれはぶつかるとかっていうのを技術的に表現するようなイメージ。まあ、メモリ、昔ながらの、 ゲーム系の世界では当たり前、ごくごくいっぱい、メモリを、今みたいに、おぶしくガンガン作ってって世界じゃないんで、メモリを消費、少なくするための手法ですね。でこれ、まあ、ビットって言ってて、でこれ馴染みないと思うんですけど、シフト演算って言います。で、まあ、C 言語とかやってる方だったら普通によく使われるんですけども、ビットを左にずらすって、ビットを左にずらす意味わかんないですけども、まあ、逆もあるんですね。ビットを右にずらすのも当然これ逆にすればできるんですけども、まあ、これ例えば丸を、N ビットを左にずらすってやると丸に2の N 乗をかけることを指すって話なんですね。まあ、これ手元で計算してみれば、実際その通りになると思うんで、まあ、ここら辺は C 言語っていうか、なんか電子工学的なちょっと細かい知識ですね、使えると。
で、まあ実際、どうなんだって話で、実際に評価した中だと、まあ、今作ってるやつの、まあ、ちょっとフリーバーあるんですけども、例えばこう来て今止まったんですけども、デバッカーで止まってて、ちょっと実はスプライトキットの弱点としては、さっき SK ビューのタッチイベントは全て SKC に行くって言ったんですけども、SK ビューにしか逆に言えば普通はタッチイベント行かないんですね。要はこのノードに対してイベントって行かないんですよ、実はデフォルトのままだと。まあそれを私は細工しててわざとタッチイベントを取得するようにしていて、でそれを上位の SKC に渡してあげてやるって。でもしじゃあ SKC にやったらどうなるのって感じなんですけども、そうすると SKC の中にこのオブジェクト触れたって情報がないので座標しか分からないですね。座標からこのノードがされたっていうことを調べなきゃいけないんですけども、いやなんかそれ気持ち悪いと UI ボタンみたいに使いたいんで、こういうふうにしてたりとかします。で、実際のソースコードで、例えば、じゃあどんな感じでやってるのかって話をすると、例えば、ソースコード超汚いんで、大体これ、1時間ぐらい書いてるかな、なんかそんな感じですけど、例えばアップデート、ここの中でカレントタイムがあって、で、ラストタイムが2だったら、最初の状態だったら、ラストタイム足して、まあ、これなんかそれっぽいやつがあったんで、それを足してるんですけど、ね、で、まあ、1秒間に1回おきに、時間更新したりしますよとか、そんなことしたりとか、あと、ブロックをこう、よいしょっと。ランダムに生成してるんで、1秒、2秒期かな、2秒期にブロック生成してるんで、その2秒期にブロック生成してるのをやってますよとか、あとはそのさっき言ってた例えば重力って話だと、当たり判定です。例えば当たり判定、こいつとこいつ今ぶつかったと思うんですけども、ぶつかるとビットマスクを適切に設定してるのと、ディドビギンコンタクトって呼び出されて、で、まあ、個人的に好きじゃないのは、好きじゃないと思ってるのは、このオブジェクトの中からボディ A と B っていうのがあって、そのボディ A がどっちかっていうのはぶっちゃけ分かんないですよ。要はボディ A がこいつかもしれないし、ボディ A がこっちかもしれない。でちょっと判定して、でそれを取ってきて、でそれで、あこいつが押されてないってこと、あこいつが何だろう、あごめんなさい、ここはちょっと汚いんですけども、消す処理をわざわざ同じなんで書いてるんですけども、消す処理変えたりとか、あくどいですね、ちょっと待ってください。例えばちょっと、そもそもじゃあ今こうなんかピカピカ光ったじゃないですか、あれってどこやってんのって話だったら、と例えばそれはこのエフェクトノードみたいなの作って、なんかそれはでしょ、SKS ってファイルがあって、そこになんかエフェクトみたいな表現が書いてあって、でそれどんなのって話になると、こういうやつですね。こういうなんかランダム生成するやつだって、まあ、注意するべきとしては SKS のこの処理、今のやつはノード生成するノード少ないんであれですけど、多いと Mac 止まっちゃうんで、私1000ぐらい一気に作るとか言ったら Mac 停止しちゃって、これプロセス切らないといけないやつだと思って強制終了したっていう Mac ごと、まあ、そこへ注意する。まあ、こんな感じで
それで例えば50分ごと作りますよとかスピードこれぐらいですよとか、 なんかその感じ作ってあって、まあ、これはなんかそのお好みのこれがベストプラスペースないですけども、すごい簡単に作って、でフェードアクションとか入れればなんか消える演出がパッとできてみたいな、そんな、まあ例えばあとこれ重力今重力が今 1.63 なんですけども、 1.63 って、9.8 の6分の1ぐらいなんですね。で 9.8 って何かっていうと重力加速度ですね。なんでその6分の1っていうと月の重力なんで、月の重力ぐらいのがいいのかなとかいろいろ考えてやっています。例えばこれ今 1.63 ですけども、これ例えばこのフィジックスワードグラビティって書いてあるやつ、マイナス方向に 1.63 って書いてあるとマイナス 9.8 とかにすると、その状態で実行する、でまあ 9.8 だと当然こうなって、で本当はタッチして遊ぶぐらいなんですけども遊べないって気づいて、昔鉛筆のペンをこうやってやって握れたらいいですよってやったらもうですっていうことに気づいて、あこれダメだと月の重力ぐらいでしょ、まあ、こんな感じで結構簡単にガチャガチャ触っていじれるんで楽しいかなと思います。あとスライドもで、まあ、総評としてはクロスプラットフォーム、いや俗に Android とか iOS とか Web とかすごく意識しなければスプラットキットは普通に作れますよと。ただちょっと考え方が UI キットと違うんで学習コストすごい、ちょっとすごいっていうかちょっとあります。ただ固定位置にあるボタンとかシステム的なボタンとかは UI キットのノウハウで、そのさっき言ったように別に SK ビューの上にちょっとビュー UI ビュー乗せてその上にボタン乗せるとか全然やっちゃっていいんで、その UI キットの中でちょっと実装するとか併用するとかそういうことやっちゃっていいのかなと、まあ、個人的に SK ファイルでリッチな表現簡単にできるのも好みかなと思ってます。はい、以上です。はい、長々と失礼しました。ありがとうございます。